うさぎ放送局アフタヌーンエクスプレス。鉄道動画コレクションサクッと編。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんにちは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は 115K か 113K が映っていたけれども気づいてた？夕方の倉敷の町を走る水島臨海鉄道 MRT300 型の動画です。今回は水島臨海鉄道の球場前駅で撮影した動画です。今回まあタイトル通りなんですけれども、まあまあ普通の水島臨海鉄道、なんか水島臨海鉄道ってちょっと発音合ってるかどうかわからないんですけれど、ピーポーっていうらしいですね。うん、なんかね、白と黒のね、赤く光らせてるね、あれを思い浮かべるんですけれども、それとは違うらしいです。なんか汽笛の音かな、そこから来てるらしいんですけれど、はい、私まあ倉敷市民じゃないしね、昔から岡山に住んでるわけではないので、あんまり馴染みはないので、まあ、普通に水島臨海鉄道って言いますけれど、うん、まあそういう風な愛称があるらしいです。はい。ピーポーくんではないですね。はい。で、まあまあ、それは置いといて、もう水島臨海鉄道ね、それの1両編成、レールバスですね。ちょっとキハ120とか、あの辺よりも大きいタイプの、
ディーゼルカーというかレールバスで、まあ、レールバスっていうもうくくりじゃないぐらい大きいですね、うん、やっぱりちょっと通勤路線っていうのもあって、はい、っていうね、あのディーゼルカーですね。で、ここね直線区間なので、ちょうど倉敷の駅、まあ水島臨海鉄道倉敷市駅ですけれど、そこを発車してしばらく進んだら、もうあとね直線で、あのずっとね、あの球場前の駅のところまでもうずっと見渡せるんで、踏切とかね、あの見てると分かるように、まあ水島臨海鉄道の最高速度が低いっていうのもあるんですけれど、列車がね見えてるのに車がどんどんね、あの通ってるっていうね、そういう現象も見れましたね。はい、でちょっとそのあたりは早送りにしました。で、早送りにしてるところはね、あの手ブレ補正をきつくかけたんですけれども、編集ソフトの方で、そしたらちょっとね、なんか独特のなんかね、あの揺れというかが出てきちゃって、どうしようかなと思ったんですけれど、全くやらなかったらねちょっと見れないぐらいだったんで、まあちょっと今回はかけました。うさぎ放送局で、駅に近づいてからは普通の、ね、速度にしてますけれど、で、ちょうどね、あの夕日に照らされて、発車していってね、ちょうどカーブ曲がっていて、でここは、倉敷運動公園かな、この中なので、倉敷運動公園の中を走っていく、ね、走り去っていくっていう感じで、まあまあ最後のところはねいい感じかなと思います。ちょっと最初のところはね、早送り処理しましたけれど、入れようかどうしようか迷うぐらいのところですね、まあ、1回ぐらい入れようかなと思ってね。で今回の動画、以前ね何本か出してまして、でちょっと出してなかったんですけれど、12月に撮影した動画の続きというか、はい、残りですね、あまりにもね水島臨海鉄道の動画の再生数が少ないんで、もう出すのやめちゃってたんですけれど、まあまあ残ってるからね、今回出しました。はい、まああとねもう1本ぐらいあるかな、なのでまたね機会を見て出そうかなと思っております。でちょっとね再生数度外視で撮りたいなという絵があるので、また夜に行こうかなと思っております。ちょっと夜にね撮りたい映像があるので、はい。で最初のねちょっとタイトルに一番最初に入れました 115K か 113K が映っていたけど気づいてたっていうね言葉ですけれど、まあ、最後に本編最後にね拡大の表示のやつを入れたから、もう分かってねいただいたと思うんですけれど、ちょうど倉敷駅発車してしばらくすると JR と水島臨海鉄道が並走するところがあって、でそこで、115系かなと思うんですけれどが並走してたっていうね、本当にあそこを間近で撮ってたらいいぐらいのね、まあ、うちのカメラの望遠のね性能とかもあって、あれぐらいまでしか寄れなかったんですけれど、はい。で、115系か113系か、あれでは多分詳しい方もね、わからないんじゃないかなと思いますけれど、私115かなと思っています。なんとなく LED が見えたような気がするので、はい、前面のね。で、その後に、ちょうど、BGM 止めたあたりで、走り去るね音が聞こえたかなと思います。あれのモーター音で、ね、分かる方もいらっしゃるかもしれないですね。もし分かったらまたコメント欄の方に書いていただけるとまあ嬉しいんですけれど、それが合ってるかどうかはちょっと分からないですけれど、本当にね、はい。うさぎ放送局、まあ、そんな感じで今回はちょこっと映っていたね115系か113系かのねこともいい喋りつつ、まあ、今回こういう風な編集にしてみましたけれども、またなんか気になるものが映っているようなものだったら後からねなんか拡大表示して、今回みたいになんかピックアップしてみようかなというね編集もしてみようかなと思います。まあ、ちょっとねめんどくさいんですけれどもね、はい。というところで今回は水島臨海鉄道の動画でした。今回の動画がもしよかったら
高評価グッドボタンを押していただけると嬉しいです。高評価ね押していただけると他の方のおすすめ欄とかにも載るみたいなので、高評価多かったら、はい、なのでおすすめしてもいいなと思ったらね、ぜひ押していただけると嬉しいです。まあと言ってもね、ちょっとねってね思われる方、もう水島臨海鉄道興味ないよっていうのでもいいです。もう別に、はい、そういう方低評価を押していただいても構いません。まあでも水島臨海鉄道が興味ないって言って低評価は水島臨海鉄道に失礼かな。うん、ちょっとそこはやめとこう、うん、そこはちょっとやめとこう、はい、というところで、まあまあね、まあ、嫌いって思われたら低評価を押していただいても構いませんので、はい、評価よろしくお願いいたします。またチャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録していただいて、で他のね動画も水島臨海鉄道以外の動画もねいろいろ出しております。もちろん水島臨海鉄道も出しておりますので、他の水島臨海鉄道のね動画も貨物列車も出しておりますし、国鉄型車両のね列車も出しておりますので、よかったら他の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回はちょっとね喋りが長くなりましたね。喋りが長くなっても本編が3分以内なので、今回はサクッと編になってます。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。